はい、皆さんこんにちは、ムシ TV です。今回ウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいと思います。ということで今回はですね、ウィニングイレブン2019で、まあ、黒の選手で、能力値が落ちそうな選手を予想していきたいと思います。ちょっと悲しいね、悲しい話題だ。ちょっと悲しいんですけど、こちら TV ではですね、雷の選手になる選手とか、うん、あとは、黒昇格か、金から、うん、金から黒昇格する選手っていうのを、まあ、予想動画だね。予想動画を上げてきてるんですけれど、まあ、3本目としてね、残念ながら、まあ、黒ちょっと能力落ちるんじゃないのかなっていう選手ですね。腕にはつきものですね、うん、いろんな、まあ、その16から17になったりとか、そうだ、ね、17から18になったりとかする過程で、はい、まあ、上がる選手もいれば下がる選手もいるんで、うん、黒の選手たちの中で、まあ、この選手たちもしかしたら下がるんじゃないかなというのをね、まあ、おもち TV の方で一応予想はしてるんですけど、はい、まあ、おそらくね、うん、ここら辺もやっぱり海外サッカーとかをより詳しく見てる視聴者さんの方が、うん、まあ、詳しかったりする部分があると思うんで、はい、もしね、なんかこの中の選手とかで、うん、いや、実はこの選手活躍してますよとか、うん、俺たちが予想する中でね、はい、あとはなんかこういった選手も実は、うん、あんま活躍してないとかです、ね、そういうのがあればね、ぜひぜひコメント欄で、はい、共有して、そうです、まあ、みんなでね、一緒に、うん、予想していければなというふうに思います。はい、ということで、まあ、一応おもちゃ TV の方でも、一応調べてきたんでね、うん、こちらの選手たちを紹介していきたいと思います。ということで、まずね、フォワードからなんですけれども、まあ1人目はこの選手ですね、ギャレス・ベイル。まあちょっとやっぱりレアル・マドリードで、まあ、リーグ戦の方が一応19試合先発出場してるんですけど、まあ、試合に出てればね、活躍してる選手ではあるんですけど、途中からがね、多くて、なんかやっぱりルーカス・バスケスとかイスコとか、あとやっぱりちょっと怪我が多いかなっていうのが目につくかなと。まあただ超人気選手だよね、まあ、ウィーレだと超人気選手なんでそういった場合なんか能力の落ち方が鈍いみたいな感じもありそうな感じ、うん、あるんだけど、やっぱチアゴシウバとかの例もあるからですね、どこにシビア取ってくるかちょっとよく分かんないところもあるんで、なんか、まあ、コンディション安定度の部分だったりとか、うん、まあ、そこら辺とかが、まあ、能力値以外の部分とかも落ちる可能性があるんじゃないかなみたいな、うん、まあ、能力値のところはね、分かんないけど、うん、まあ、ただなんか何かしらがちょっと下がっちゃってたりとかはするのかな、ね、まあ、大幅減少はないと思うけど、大幅にはないと思うんだけど、ね、うん、なんかコンディション安定度とかがちょっとみたいな感じになるかもしれないですね。はい、あとはですね、もうすぐ下なんですけど、まあ、イブラヒモビッチ、うん、まあ、イブラはもう本当に今ロサンゼルスギャラクシーだっけ、アメリカの方にいますけど、これは能力値が落ちるというより、まあ、非搭載になる可能性が高いっていう、うん、はい、だからウィーニングイレブンが今そのアメリカ の、うん、そのリーグをライセンスを取得すればいますよね。イブラヒモビッチも多分2019登場しますけど、はい、今のところいないんで、多分ないんで、うん、で、あとスウェーデン代表にも選ばれてないんで、痛かったな、ワールドカップで。そう考えると、まあ、これ能力が落ちるとかうんぬんよりかは、うん、まあ、いなくなっちゃうという根本的なところがあるんじゃないかなと、うん、続いてなんですけど、まあ、ロッペン、はい、まあ、ロッペンも一応リーグ戦は19試合に出てるといった形なんですけど、まあ、この選手がね、一番ピークだったのが、まあ、ウィニングイレブン的に考えると2016の PSO の時が、うん、もう間違いない、とりあえず今オバメゲーっていうように結構言われてると思うんですけど、はい、間違いなくね2016ロッペンゲーだったんで、 PSO ではもうロッペン根幹ゲーだったね。まあ、2016の PSO やってる人だったら多分共感してくれると思うんだけど、もうロッペンがかなりバイエルンで活躍して、毎週のように活躍してライブアップデート入ってきて常に絶好調で、これにもロッペンがめちゃめちゃ足早くて根幹を振り抜くといった感じだったんですけど、ロッペンで根幹振り抜きは入ってたからな、入ってたんだよ、あの時。まあ、2016やってる人だったら分かると思うんですけど、2017と2018でやっぱり能力値がね徐々に落ちてきてる。あ、そう、うん、間違いなく落ちてきてるんだよね。このスピードと瞬発の部分とか、うん、あとやっぱ決定力の部分とかもちょいと落ちてきてたりとかするんで、まあ、やっぱり、まあ、このね CL のレアル戦も出れなかったですけど、怪我で、まあ、あとだから今回のワールドカップとかもね、結局はオランダが出れなかったし、うん、っていうところも含めてちょっとね、そうだね、まあ、ベテラン選手ということもあるんで、まあ、能力的にはちょっと33だもんな、はい、はい、ということで続いてサンチェスだね。近場多いね、ここら辺、これサンチェス、まあ、ユナイテッド、確かにあんまなんか引かないよね、引かないね。一応数字的にもね、まあ、ユナイテッドに入ってから12試合先発してるんですけど2ゴールなんだよ、ね、これ要は逆に言えば、じゃあ大場面やん、ああ、はいはい、アーセナルで、同じぐらい出場して10ゴールぐらい上げてるんだよ、ね、まあ、どっちかっていうとサンチェスはなんか完璧な点取り屋っていうか、取らせる方だよね、サポートとかもする感じがあるからね、うん、まあ、一概には比べようがないけど、なんか低
かなくはなったよね。聞かないね、全然。あとやっぱりなんか大切っていうか、まあ、この選手もやっぱり結局ワールドカップの予選で、ね、まあ、そのチリが出れなかったから、うん、まあ、そういったところも加味すると、うん、なんか若干何かが、ってかね、能力値が結構高いんですよ。高いね。うん、だから、それはでも今まですごい活躍してたから、だからこそだと思うんで、何かしらの部分、まあ特にやっぱこういう選手、コンディション程度の部分が結構いじられるというか、まあ大体7から6にされたりとか、5とかにされたりとかするんで、サンチェス大好きな選手なんですけど、うん、ここら辺なんかちょっといじくってくる感じがして怖いですね。あんまやってほしくないけど、すごいいい選手。そうだね。怖い感じはしますね。であとまあ一人なんですけど、ジエゴ・ゴスタ、はい、まあ、ジエゴ・ゴスタもですね、アトレティコ・マドリード、まあ、チェルシーから、移籍したんですけど、うん、まあ、13試合しかリーグ戦も先発をしてないと。なるほど。いった感じで、やっぱり、まあ、あのアトレティコ・グリーズマン、うん、あの辺 あの選手がやっぱ出てるんですけど、あんまりね、やっぱりジエゴ・ゴスタも活躍はしてないんで、そんな目立った。今年すごいなんか特殊な、ウイニングイレブンで特殊な時期だなって思うのが、ワールドカップがあるんだよね、うん、4年に一度のワールドカップがあって、で俺たち2015、ウイニングイレブン2015から始めたんで、ワールドカップが終わった時ぐらいで一応始めたんですけど、うん、ただその前からはウイニングイレブンはそのオンラインとかでやってなかったんで、比較ができなかった。だからその、うん、要はワールドカップ込みされてるのか、入るのかな、ワールドカップの活躍とかが加味されてるのかな。まあでも直前だし結構。そうだよね。能力的にはまあいじれる部分では、なんかね、だってワールドカップで活躍した選手がさ、ちょっと能力値とか低かったらさ、突然大ブレイクした選手が低かったらなえるじゃん、うん、ワールドカップの成績がどうなるのかなっていうのは気になるところだね、うん、そのさっき前に説明してきた選手たちも。そうだね。サンチェスとかはサンチェスは出れない。サンチェス6点とか出れない。ベイルとかも出れない。だからここら辺の選手とはワールドカップの活躍もししたとしても、まあ、わかんないけどね、コナミがワールドカップの活躍をあれに入れてるのかわかんないから、そこら辺もね、結構実は楽しい。気になる。ワールドカップですごい活躍した選手がどうなってるのかってかなり楽しみ、ね、続いてですけど、ミッドフィルダーですね。ミッドフィルダー見ていきたいんですけど、まずね、ビダル。ビダルもね、なんかね、4月にやっぱ怪我しちゃって、うん、まあ、ロッペンと同じでチャンピオンズリーグのレアル戦、はい、一番重要なところには間に合わなかったんですけど、一つあるのがやっぱワールドカップに出ないっていうのもあるんで、そうね、こういった部分で、まあ、本当間違いなくね、まあ、あと年齢もちょうど30っていうところもあって、まあ、うん、最強選手、この選手も相当強い選手に分類されてて、うん、でコンディション程度の部分も7なんで、うん、まあ、ワンチャンいじくられて6とかね、やだな、そういうのがありそうな感じはする、うん、しますね。まあ、だから能力値が下がるっていうのは、そのコンディション程度とか、まあ、怪我体制とかそういうのも含めてなんで、うん、まあそういった意味ではやっぱりね、うん、そんなに、そうだな、うん、という感じはしますけど、やっぱあとエジルだね、聞かないよね。なんかエジル聞かないし、あとまあアーセナルがちょっとやっぱりプレミアリーグ6位と、はい、まああのもちろんチャンピオンズリーグも出れないですけど、もうベンゲルもやめちゃってね、そうベンゲルもやめちゃいますし、まああとエジルがね、なんかの動画の時に、うん、なんかガチャでエジルいいんだよなみたいな時あった時にコメントで、エジルあんまりあのリーグで活躍してないですよみたいな、あコメントからもいただいたことあったんですね、はいはいはい、やっぱりそんなに海外サッカーをあのなんつうの1試合とか通して見てないんでわからないんですけど、やっぱそういったコメントとかも加える、あの含めるとやっぱり下がるのかなっていう感じはする選手だよね。はい、ということで続いて、ミッドフィールダーはあと1人なんですけど、やっぱマルキージョかな。はい、マルキージョ、これもなんかコメントでなんか来てたような気がする、うん、マルキージョはやっぱ落ちるんじゃないかっていうのが来てたような気がするんですけど、うん、やっぱりね、試合の方も見たんですけど、リーグ戦で8試合しか先発出場してないんで、はい、まあ出てなければ、まあ、出てないね、2桁も出てないんで、となるとやっぱり落ちてくるかなと。はい、続いてデュエンスですね。デュエンスまず1人目なんですけれども、コシェルニ、プレミアリーグでアーセナルが6位と、うん、いうことを考えると、あとね、ワールドカップ出れないんだよ。あ、今回出れない、コシェルニ、コシェニーとアウベスと誰だっけ、切なくね、誰か年齢32で、そうだからもう本当ラストだったんだけど、出れないって確かに書いてあったんで、記事にも怪我をしちゃったから、切な、見れないんだよね。だからコシェニーとかアウベスもそうだけどね、もちろん、あ、そういった意味でも、まあそうだな、そう考えるとだってまあ6位ってことはまあ点取られてるってことだからね、センターバック、そうそうそう、んだから能力値はね、コシェニーも非常に、まあ、あとだから 年齢的に32ってところだね、32なんだよね、そこもありそうな感じ、
ただね、ウィニングレブンだったのバルザーリーが要は、金から黒に上がったでしょ、3期6なのに、うん、だからその年を置いても活躍していったら上がる場合もあるんで、まあ、いくら4メッチの感あるしね、そう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 、全然で、まあ、そこは何とも言えない部分ではあるんですけど、やっぱ怪我とかもしちゃってるっていうのを聞くと落ちるんじゃないかなっていうのがあるね。あとやっぱりペペだよね、まあ、この選手はね、ちょっとベジクタシュに移籍してからちょっと情報がないんですけど、トルコ、うん、ただまあ大体ウイニングルブンってやっぱり要は主要の欧州リーグからちょっと離れた、そうだね、リーグに行くとスナイデル厳しいよね、そう、あの本当厳しいだからなんか中国に行っちゃったとか、そうそうそう、許さねえんだよね、許さないんだよ、ウイニングルブンは下がるでしょオスカルとかも、ね、ウイニングルブンはね許さないんですよ、そういう人、スナイデルとかオスカルとかファンペルシーとか、ね、でもそれでもペペって別にトルコに行ったから2017なんかそこで下がったみたいな、うん、あんまなさそうだって感じはしたんだけどね、そうだね、ただ移籍したのがね確かね、2017年の7月なんで移籍があれ反映されてないでしょ、まだこれ加味されてないかな、加味されてないと思うんだよね、まあ、チームは変わってるけどね、あのベジクタシにレアルから、うん、だから能力値の部分は変わってないんで、この選手もまあどうなるのかっていうところでね、まあ、ねアルデルバイレルト、まあ、この選手も要は金から黒に上がってきた選手なんだけど、まあリーグ戦を見るとやっぱり13試合しか先発出場はしてないんで、まあそういうのを考えると、まあリーグ戦でやっぱり試合出場って大事だと思うんで、下がっはもう一回金落ちしちゃうのかなっていうのは、そんな悲しいことある、せっかく上がったのに感じだよね、まあ、ここら辺はねもしかしたらすごいその中で活躍してる可能性もあるんで、そうだからそういうあのコメントでね、あのぜひまたあの教えていただければいいんですけど、まあ、なんかあの普通にベルギーなんですけど、あの逆に言えばフェルトンゲンとかがね、あの黒だったのに金に昇格して、あの降格してきた選手なんで、はいはいはい、ジョルディ・アルバとか、まさしくそうでしょ、この辺の選手って、なんか大相撲の番付見てるみたいな、そう大相撲の番付見てるみたいなね、なんかでこれ言えば、ダニエル・アウェスもそうだし、やっぱりダビド・ルイスだってそうなんだよ、そうだね、やっぱり落ちてきてるんだよね彼らも、ダビド・ルイスはどうしたやばい、ね、マジで不服じゃん不服そうな顔してやっぱ落とされて、だからね結構シビアなんで、ウイレってすぐ反映してくるんで、まあ、でもなんか謎のウイレ指標みたいなのあるよね、あるある、こいつは人気だからみたいな、そういうのを踏まえるとやっぱ厳しいのかなっていうのはするんで、はい、まあ上げたんですけど、最後まあ GK ですね、見ていきたいと思います。まあ、GK2 名なんですけど、ノイヤーだよね、まあ怪我しちゃったからね、ずーっと怪我してて、でもワールドカップ選ばれたよね、最後入ったよね、まあ、だけど結局はまあ丸々ほとんど棒に振ったみたいなもんだから、うん、もうずーっとね、間違いなく後半は下がるで、8は下がると思う、8だぞ、8はないと思うさすがに、なんで、まあ、ここは下がるんじゃないかなと思う、うん、思うよね、怪我は ね、 そうだね、確実に、であとやっぱりブフォンだよね、うん、まあ、この選手はもうあのユベントスを退団することもね、あの発表してました、というかだから一押さえですね、そう、まあでもどこに行くかまだ分かんないって言ってたから、なんか多分移籍先があると思う、ええ、やめんじゃないの、いや、なんかやめはしない、ユーベを退団するだけでなんかその移籍候補みたいなのが上がってたよ、一応なんかあのアメリカなのか、ちょブフォン分かんないよね、やめるって言ったり、そう復活したり、なんかそのよくわかんない。多分対談するのは決まってるって言ってたね。ユベントス対談はもう決まってるんで。だってまあワールドカップには出ないから。そう。ワールドカップにも出ないですし、まああの GK としても、あの総合値見てもらえばわかりますけど、ノイアの次に高いんで、ブフォンは。そうだね。だまあ少なからずやっぱり、あの、能力値。黒の部分の、まあ、デヒアは多分絶対上がると思うんだけど、うん、まあ、入れ替わったりとかもするのかなといった感じでね、はい、まあ、今回、上げてきたんですけど、非常にね悲しいことではあるんですけれども、まあそうだねでもなんかよくよく考えると、オランダの選手でスナイデルもそうだし、ファンペルシーとかも、ね、まあ、ファンペルシーも銀だけど、ファンペルシーも銀だし、スナイデルも金だよね、うん、今だから落ちてきてるから、ルーニーとかもね、ルーニーもそうだ、ね、めっちゃ落ちたし、うん、まあ、そういったね、ちょっと狭間っていうか、うん、まあ、そういうのもあるので、うん、まあ、今回はね、ちょっとこういった選手たちを、はい、まあ、能力ちょっと落ちるんじゃないかなって選ばせてもらったんですけど、うん、まあ、もちろんね、うん、この選手実はこんな活躍してるんですとか、もうコメントでね、あとは、まあ、なんかこういった選手も実は黒なんですけど、うん、落ちるかもしれないです、はい、みたいなのがあればね、ぜひぜひぜひコメント欄で教えてもらえるとありがたいですね。はい、ということで、また次回の章、さら、ボー